右頬にズキズキとした痛みとともに、俺の視界がぐらっと傾いた。思わず目をつむってしまった俺は、何事かと目を開ける。そこには全身を震わせながら、こちらを睨んでいる明美さんの姿があった。あなたに私と楓の何がわかるっていうの？俺は人生で二度、同じ女性に恋をしたことがある。一度目は出会った瞬間、そして二度目は。じゃあ、私の娘と結婚してほしいの。俺の名前は高橋亮。憧れだった消防士になれて早数年。30歳の時に仕事中に怪我をして病院に入院することになった。そこで俺はある女性に熱い気持ちを抱いたんだ。でもその気持ちは叶うことはなかった。それなのにもう会わないはずの俺らは、思いもよらない出来事をきっかけにまた近しい関係となっていく。俺のこの思いに気づいた彼女は、俺が知らない驚愕な真実を話し始めてくれた。高橋さん、高橋亮さん。俺の名前を呼ぶ声に気がついて目を開けると、そこには綺麗な女性がこちらを心配そうに見つめていた。俺は何が何だか分からず、ぼーっと女性を見つめていると。よかった、これで一安心ね。あ、でも1ヶ月は病院で安静にしてもらうわよ。目鼻立ちがはっきりとして清潔感のある女性。切れ長な釣り目と華奢な体は一瞬で俺の心を奪っていった。あの、ここは？俺は起きたばかりのだるい体を動かし起き上がろうとした。そこにさっと白くて細い手が伸びてきた。ダメですよ、まだ安静にしていないと。私は医者の新田明美と言います。今あなたは入院中なんですから、後でまた伺いますね。そう言うと颯爽と去っていった女性。あまりの綺麗な後ろ姿に見とれていると、近くにいた看護師がこちらに近づいてきた。高橋さん、怪我のこと覚えてますか？高橋さんは仕事中にはしごから転落して意識を失ったんです。ついさっきまで隊員の方がいたんですけど、無事だと確認したらお仕事に戻られましたよ。え、そうだったんですか。消防士の方が使うはしごって結構高さがあるのに、高橋さんは頭を打っても検査結果に異常はありませんでした。めちゃくちゃラッキーですね。あ、急に長々とごめんなさい。私、楓って言います。楓と名乗ってきた女性はふわふわした雰囲気の女性で、優しい茶色をした髪はくるくると巻かれている。黒目が大きくて垂れ目、男からかなり支持を受けそうな可愛さ満載の女性だ。だが俺は可愛さよりも綺麗さが好み。新田先生のようなキリッとした雰囲気の女性、要するに俺は美人が好きなんだ。入院中ってさっきの女性の先生が？俺はさりげなく楓に聞いたつもりだったが、女性からすると男の下心はバレバレらしい。あ、高橋さん、さては美人が好きなんですね。でも新田先生はもうすぐ40歳になりますよ。いや、そういう意味じゃ。ここは病院なんで口説くのはダメですよ。それに新田先生は私のお母さんなんで。え？まさかの衝撃的な発言に俺は思わず言葉を失った。そんな俺の気持ちとは裏腹に、このあと俺と新田先生の関係は深いものとなる。まさかあんな形になるとは思いもしなかったが、翌日から新田先生は時間になると毎回俺の様子を見に来てくれた。仕事だから来てくれてるって分かってはいたが、
正直俺はかなり舞い上がっていた。だが新田先生の左手の薬指には指輪がキラリと光っていた。俺の気持ちを否定するかのようにそこに指輪はあった。俺はそれでも諦めきれずに時間をかけて新田先生との距離を縮めていった。新田先生は仕事に熱心でプライベートな話は自らしない。だからこそ俺が一方的に話しかけることで俺という人間をどうにかアピールしたかった。そういえば新田先生の下の名前ってアミって言うんですね。いいえ、アミと書いてアケミって読むのよ。アケミさん、アケミさんに似合う素敵な名前ですね。アケミさんって呼んでもいいですか？俺はただ会話の流れで言ったつもりだったんだが、ふと新田先生の顔を見ると耳が少し赤くなっていた。はい、好きなように呼んでください。あの知的なイメージのアケミさんが耳を赤くしている姿、俺はそんなアケミさんの姿にギャップを感じ、ますます心臓は高鳴るばかり。あのアケミさん、結婚っていいものですか？え、結婚？急にどうしたの？いえ、ふとアケミさんみたいな女性が奥さんだったら旦那さんは世界一幸せな男だろうなって。素で出た言葉だったが、俺は自分の発した言葉の意味をだんだんと理解し始め、顔を真っ赤にしていた。心臓が飛び出しそうなくらいドキドキしている俺と、その横で小さくため息をつくアケミさん。うん、どうだろう、幸せになれるといいんだけどね。そう答えるアケミさんの表情は幸せどころか悲しそうな顔だった。もしかすると旦那とうまくいってないのかもしれない。俺にもチャンスがあるのかも。そんなことを考えている俺の脳内はアケミさんにはお見通しだったらしい。高橋さんは結婚願望はあるの？もちろんありますとも。じゃあ私の娘と結婚してほしいの。え？俺の思っていた展開とは全く違う結果に、何も言葉を返せずにポカンとしてしまった。明美さんはそんな様子の俺を気にすることなくそのまま話を続けた。楓はね、昔から悪い男にばっかり捕まってね。でも結婚願望だけは一丁前にあるみたい。高橋さんなら真面目だし。明美さんは自分の娘が幸せになってほしいという親心で俺に楓を勧めてきた。ああ、俺の恋は散ったな。それからは俺が何度断っても明美さんの説得は止まることなく、半ば強引に話は進められていった。明美さんの推しに負け、最後にはお試しとして楓さんと付き合うことにまで発展してしまった。しばらくしてその話を聞いたであろう楓が血相を変えて俺のところまで走ってきた。高橋さん、明美ちゃんが高橋さんに余計なことを言ったみたいでごめんなさい。いえ、むしろ変な感じになってしまってこちらこそごめんね。楓さんはまだ若いのに俺みたいなおっさん。そんなことは絶対ないです。私もう24歳ですし、それに私は高橋さんのことちょっと気になっていました。そう言うと楓は俺の方を見つめて照れくさそうに笑っていた。これも何かの縁だし、私と付き合ってみませんか？明美ちゃんには振られたって知ってますよ。俺は確かに明美さんには振られていた。だがだからといってその娘である楓と付き合うのは違うと感じていたのも確かだ。それでも楓は交際に関してかなり積極的だった。私、高橋さんに好きになってもらえるように頑張りますね。ふわふわして可愛い見た目とは違って、
楓は自分の意見を曲げない強さを持ち合わせていた。綺麗系と可愛い系とで、明美さんとは似ても似つかない楓だけど、そういう心の部分が似ていて、やっぱり親子なんだと感じた。それから数週間たち、俺は無事に病院を退院した。最初はあまり乗り気ではなかった楓との交際も、付き合ってみると案外楽しいもので、楽しすぎて俺の方が舞い上がってしまっている感もあった。楓はまだ20代前半なのにもかかわらず、母性があって毎日忙しく過ごす俺に癒しを与えてくれる存在だった。そんな楓のことを俺は好きになり始めていた。愛は日に日に大きくなり、交際を開始してから1年後に俺たち2人は結婚。明美さんは楓のお母さん、つまり俺からすると義母という関係になった。結婚した後、楓からある一つの真実を告げられた。それは楓がお父さんの連れ子で、明美さんとは全く血のつながりがないこと。よくよく考えたら、二人の年齢差は15歳しか変わらなかった。そして楓はいつも明美さんのことをお母さんと呼ばずに明美ちゃんと呼んでいたのは、こういった理由があったからだ。楓から聞いた話によると、義父はあまり女の人の扱いが良い方ではなく、明美さんとの結婚後も毎晩遊び歩くような人らしい。そのせいもあってか、夫婦仲はずっと前から冷め切っていた。実はというと、俺と楓が付き合った頃に明美さんと義父は離婚。その後、義父はすぐに別の女性との家庭を作っていた。そんな事情を知った俺らは、明美さんを心配して同居話を持ちかけたが、明美さんは頑なに拒否。俺らが新婚だからと気を使って断っているみたいだった。明美ちゃんとは親子だし、会おうと思えばいつでも会えるし、いいかな。俺も楓の考えに納得し、それ以上無理やり誘うことはなかった。想像もしない最悪の状況が待ち受けているとも知らずに。楓がこの世からいなくなってしまったのは、俺らの1年の結婚記念日が間近と迫っていた頃だ。事故に遭ったとの知らせを受け、俺は病院へと駆けつける。そこには正気を失い、今にも倒れ込んでしまいそうな明美さんの姿があった。小さな子供が赤信号だと気づかずに道路に飛び出したところ、楓が子供を助けようと車道へ走り出し、そのまま命を落としてしまった。楓、最後まで楓は楓らしいな。人の命を救ったんだ。俺は誇らしいよ。もうすでに冷たくなってしまった楓の頭をそっと撫でていると、背後からすすり泣く明美さんの声が聞こえた。俺は必死に涙をこらえ、悲しみに暮れる明美さんのそばへと駆け寄った。いつか壊れてしまうんじゃないかと思うくらい震えながら泣いている明美さんの肩をそっと抱く。溢れ出る涙が明美さんにはバレないよう、俺はしばらく天井を向いたまま動けなかった。俺にたくさんの愛と癒しをくれた大好きな妻との別れは、想像の領域をはるかに上回るほど苦しくて辛いものだった。ひとしきり葬式が終わってからも、心の奥底では妻を失った喪失感がなくならなかった。一人になってからは、二人の思い出がたくさん詰まっている家に帰るのが怖かった。そこから俺は荒れに荒れて、毎晩飲み歩くまでになってしまった。楓の葬式から半年、不摂生がたたったのか、俺は体を壊して明美さんのいる病院で入院することになった。亮君の気持ちはわかる。とてもわかるよ。自暴自棄になってしまう気持ちも痛いほど理解できる。でも健康が第一だから、ちゃんとした食事をとらないと。病室で明美さんが俺にたくさんの言葉を投げかけてくれたが、
俺の耳には何一つ入ってこなかった。俺だけがいつまでも無駄に落ち込んでいるような気がして、いつも通りの明美さんに対しても不信感を覚えることだった。一人娘がこの世から去ったっていうのに何とも思わないのか。明美さんのそんな様子を俺は不思議に感じて、退院後にすぐに明美さんを自宅に招いた。この間はご迷惑をおかけしてすみませんでした。おかげさまでこの通り元気になりました。今日ここに呼んだのは明美さんに話があって。話？何かしら。明美さんは悲しくないんですか？こんなことを聞くのはどうかとも思ったが、俺は少し戸惑いながらも明美さんに伝えた。俺は楓を失ってから何もかもやる気が出ません。食事や睡眠はおろか、生きていること自体もつらいんです。それなのにどうして明美さんは。普通に見えるのね。それならよかった。よかったって、そんな言い方はないんじゃないですか。楓との血のつながりがないからそんなことが。その瞬間、右頬にズキズキとした痛みとともに俺の視界がぐらっと傾いた。思わず目をつむってしまった俺は何事かと目を開ける。そこには全身を震わせながらこちらを睨んでいる明美さんの姿があった。あなたに私と楓の何がわかるっていうの？私が悲しんでいないですって？娘がいなくなって悲しまない母親がどこにいるっていうのよ。明美さんはひとしきり怒鳴ると、声にもならない声を出しながら涙を流していた。そんな明美さんの姿を見て、自分がしたことの重大さを思い知った。俺の右頬の痛み、これはきっと明美さんの抱える痛みの10分の1にも満たない。明美さんは明美さんなりにいなくなった娘のことを乗り越えようとしていたんだ。明美さん、すみません。本当にごめん、ごめんなさい。謝ったからといって俺が投げかけた言葉が消えるわけじゃないが、それでも俺のしたことは許されないことで、頭を下げるしかほかなかった。頭を床になすりつけて何度も何度も謝っていると涙が溢れ出てきてしまった。どれくらいの時間が経っただろうか。どれだけの時間が経とうとも泣き止む気配のない俺に、明美さんはそっと背中をさすってくれた。亮君、さっきは手を挙げてしまってごめんなさい。謝るのはどう考えても俺の方です。あんなひどい言葉を投げかけてしまってすみませんでした。浅はかな考えのまま行動に移したばっかりに。私にそう思ってしまうくらい今でも楓のことを大切に思ってくれてるのよね。嬉しいわ。ありがとう。二人とも少し落ち着きを取り戻した頃、明美さんがため息まじりに話を始めた。今からする話は決して同情を買いたいとかそういうのではないんだけど、私ね、子供ができない体なの。だからかずっと子供を持つことに憧れがあってね。急な告白に俺は思わず言葉を失ってしまった。そんな俺の様子を見て、明美さんは優しく微笑みながら楓との出会い話を聞かせてくれた。楓の本当のお母さんはまだ小さかった楓を捨ててそのまま家を出て行ったの。一度母親を失ってる楓は最初母親になる私のことも警戒していてね。その時は確か5、6歳くらいだったかしら。血のつながらない楓との距離を縮めるのに努力をする毎日は楽なものではない。どれだけ楓が明美さんを拒否しようとも、明美さんは幾度となく楓に無償の愛を与え続け諦めることはなかった。
マナ娘と過ごす時間はどこをとっても楽しくて、かけがえのない思い出。楓が小学校1年生になった頃、初めて明美さんをお母さんと呼んだ。その日のことは今でも忘れられない大切な日らしい。まあ大人になってからは明美ちゃんなんだけどね。そう言うと明美さんはクスクス笑って笑顔を見せてくれた。過去も今も、そしてこれからも、楓は私の大切な娘なの。だから楓の分まで、私はこれからの人生を前を向いて生きていこうと思ってるのね。葬式が終わってからも、ずっと悲しみに暮れていた俺は、そんな明美さんの言葉を聞いてハッとした。まだまだこれからだった楓の人生。俺たちはそんな楓の分まで、これから先生きていかなければならない。これが俺たちの果たすべき責務だ。明美さん、俺何か勘違いしていたみたいです。きっとこれから先また悲しくなったり絶望感を味わうことも多々あると思います。それでも俺は決して舌を向くことなく人生を歩んでいきます。そんな俺を見て明美さんは小さくうなずいた。もう大丈夫そうね。りょうくんなら大丈夫。私も頑張らないといけないわね。でも最後に一つだけ話してもいいかしら。はい。私が旦那と離婚した後、楓とりょうくんが同居を提案してくれたでしょ。あれを断ってしまったこと、今でも後悔しているの。もし一緒に住んでいたら、少しは長く一緒にいれたかもしれないのにね。まあ今さら遅いけど。そう話す明美さんの顔は笑っていたが、俺は明美さんの笑った顔の奥底にある気持ちに気がついていた。楓と一緒に過ごせなかった後悔を俺はどうすることもできないと思う。でも俺は少しでも明美さんが元気になれたらとある提案を持ちかけた。あの明美さん、俺たち一緒に住みませんか。え？断ってもらって全然いいんですけど、明美さんがそばにいてくれたら俺はすごく嬉しいなって。お互いにこれからの人生を支え合っていけたらなって思ったんです。俺は思ったことをそのまま口にしてしまい、言った後に余計なことだったかと感じ焦り出した。ふと明美さんの方を見ると、俺を見つめる目がとても優しかった。ふふ、一緒に住むのもいいかもしれないわね。心が落ち着くまでは寂しい者同士、仲良くしましょうか。そう言ってニコッと笑った明美さんの笑顔を見て、ここ最近ずっと抱えていた重たい何かがすっと消えていった気がした。楓がいなくなってからその日初めて心が安らいだ。そんなこんなで明美さんとの同居が始まることになった。旦那と離婚後、一人で住んでいた明美さんのアパートは退去することに。そしてそのまま俺の家へと移り住む形になった。同居してから1週間はお互いに緊張してぎこちない感じもあったが、しばらくすると慣れてきたのか素も出せるようになってきていた。明美さんが俺と同居してくれたことをきっかけに、あれに荒れていた私生活も落ち着きを取り戻しつつあった。一人ぼっちの時には、毎晩のように通い詰めていた飲み屋にも足を運ばなくなり、仕事が終わり次第、家にまっすぐ帰宅するようになった。明美さんと二人で食事を楽しみ、笑顔で会話をするこの日常が、俺はすごく幸せだった。二人で過ごす時間はあっという間に過ぎ、季節さえも移り変わっていた。一緒に暮らし始めて1年が経ち、明美さんと一緒に過ごすことが当たり前になっていった頃、俺は自分自身の気持ちの変化に少しずつ気がついていた。楓と付き合う前、明美さんに抱いていた淡い思い、自覚し始めた当初は明美さんは義母だからと自分に対して喝を入れていたが、
そう思えば思うほど明美さんへの思いはあふれるばかり。そう思うだけではなく、いつか明美さんも俺と同じ気持ちでいてくれたらと思い始めた。でも俺はきっと分かりやすい人間で、明美さんは俺の変化にも気づいていた。ある日仕事から帰ると、明美さんに話があると言われてリビングに向かう。明美さんは真剣な表情で俺に言った。あのね、亮君、同居を解消してほしい。あまりにも突然すぎて俺はパニックになった。俺、何かやらかしましたか？そんなことないわ。ならどうして？本当にごめんなさい。これは私の問題だから。それだけを言い残し、明美さんは席を立って立ち去ろうとした。明美さん、待って！俺は強引に明美さんの腕を引き寄せてこちらを向かせた。私の問題って何ですか？そんな言葉一つで終わるんですか？今日の今までずっと二人で過ごしてきたのに。ここまで来るともう溢れ出てしまった気持ちを抑えることはできなくなっていた。明美さんとこれからも一緒にいたい。明美さんが抱える不安や悲しみを一緒に乗り越えたい。そして人生の幸せな瞬間は明美さんと一緒に過ごしたいんです。まだあります、明美さんとの。ちょっと待って、それ以上はダメよ。亮君はまだ若い。私みたいなおばさんに構っていたら、せっかくの人生を台無しに。台無しになんてならない。俺は明美さんがいいんです。義母好きになってはいけないって思って、ずっと心のどこかでブレーキをかけていました。でももう限界なんです。俺は明美さんを引き寄せ抱きしめた。俺、明美さんが好きです。この先もずっと俺の隣で笑っていてほしいです。俺の気持ちを一方的に伝えすぎたかと不安になり、そっと明美さんの顔を覗くと、明美さんは小さな子供のようにワンワンと泣き出した。私も亮君のこと好きなの。でもこの気持ちは絶対にしまっておかなきゃいけないものだって。だから私の気持ちがバレてしまう前に亮君から離れようと。そんなことしないでください。本当に本当に私のことを思ってるの？はい、そうです。じゃあ私と再婚できる？はい、できます。できますってそんなすぐに。明美さんから言われると思ってなかったんで驚きました。でも驚きよりも嬉しい気持ちが強くて、俺は嬉しさのあまりそのままポロポロと涙を流してしまっていた。そしてそんな俺を見て明美さんはさらに号泣。ありがとうね、亮君。これからもよろしくね。もちろんです。これからも俺はずっと明美さんのそばにいますから。お互いに泣きすぎな状況がおかしくなってしまって、最後には二人で笑い合った。そして翌日、二人で役所に婚姻届を提出した。同居人としてではなく、夫婦としての新しい生活が始まった。結婚後初めて二人で過ごす夜、明美さんは俺が知らない事実を暴露してくれた。亮君には言ってなかったことがあるんだけど、あのね、多分好きになったのは私が先だと思うの。え？亮君に初めて会った頃、私とあの人の夫婦生活はすでに終わっていてね。私が仕事から帰ると浮気相手が家にいるなんてこともあったの。もう離婚も間近だなって思ってたら、亮君に出会ったんだ。
何度も気持ちを伝えてくる俺に最初は戸惑っていた明美さんだった。それでも話をするうちに、実はとても誠実でまっすぐな性格に惹かれてしまったんだと教えてくれた。でも私はまだ既婚者だったし、亮君とも年齢が離れていたから、そしたら楓が私のところに来て、亮君が気になってるってことを教えてくれたの。明美さんはその当時の楓とのやりとりを思い出してか、楽しそうに話を続けてくれた。でもね、楓は知ってたのよ、私の気持ちを。だからって自分の気持ちを隠すのは平等じゃないって。本当、楓らしいわよね。明美さんは楓のお礼の気持ちを聞いた時、素直に嬉しいと思ったらしい。楓には絶対に幸せになってもらいたいって思ってたから、亮君に楓を勧めたの。俺そんなことになってるだなんて全然気がつかなかったよ。そう言うと明美さんは恥ずかしそうに頬をあからめ、こちらを見つめてきた。亮君のことずっとずっと好きだったの。その気持ちを亮君には知っておいてほしかった。ただそれだけ。恥ずかしそうに体をよじる明美さんは、心臓が止まってしまいそうなくらいに可愛くて綺麗だった。俺は明美さんをこれから先どんなことがあっても守ります。そして永遠に愛し続けます。恥ずかしがっている明美さんを精一杯の力で抱きしめ、絶対に話すもんかと自分に言い聞かせた。これが俺たちの馴れ初めです。最後までご視聴ありがとうございます。今回の感動馴れ初め物語、いかがでしたでしょうか。感動したという視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しくアップした動画をいち早くご視聴いただけます。またコメントなどもどしどしお待ちしております。この他にも馴れ初め動画がたくさんアップされています。よかったらもう一本ご視聴していってください。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。